おはようございます。おはようございます。はい、というわけで本日もうめちゃくちゃジャンケですね。コンディションすごいですね。無人ですね。やたらジャンケです。最近の中では本当一番でかいっていうぐらいで、結構波数も多くて、もう常に真っ白な状態、ほぼクローズみたいな状態ですね。結構周りの方たち見ると、まあ、違うポイント南の方行ったり、なんかこの辺で入ってる人少ないですね。ここいないですね。南の方がなんかいいって昨日も聞きましたね。そうですね。なんか小さいけど乗りやすいらしいです。らしいです。だけど今日はですね、ちょっと久々に波もあるし、まあ、昨日も波上がったんやけど、上がったって言っても、まあ、肩とか肩頭だったので、まあ、今日は頭半ぐらいまでアップしているので、久々にねでかい波もやりたいなと思いまして、ここでね無人セッションやっていきたいなと思います。まあ、使用するサーフボードは昨日の動画見てもらった方ならわかると思うんですけど、このドライバー 2.0 新しいやつ来ました。これに乗って、これからサーフィンしていきたいなと、思います。チャンネル登録よろしく。
チャンネル登録よろしく。何やってるんですか。いや便利でしょこれ。すごいですねこれ。すごいでしょ。いちいち2メーターに積む方が大変かな。このままさ一周こうやって、これ砂浜でもどこでも行けるよ。これさあのサブチャンネルでいろいろ紹介したんだけど、このビーチでデイズ、はい、これちょっと映してください、はい、すげえ良くないこれ。めっちゃいいですね。これさクーラーボックス積んでもいいよな。本当あれやろ、キャンプで持っていくやつやの。そう、ちょっと練習使い方の、はい、でもこうやって俺カメラを積んでいくのもさ、ちょっとこれ便利で、もう全然一発でいけるもんこれだったら。確かに。これシダでもさ遠くに止めてもいけるじゃん、うん、これはいいなと思って。こんな感じちょっといろいろ細かいものサブチャンネルでやったから、ぜひ見てほしいですね。サブチャンネルもチェックよろしくお願いします。お願いします。じゃあ用意します。はい、というわけでね、今から午後の練習をやっていきたいと思います。今日は久々の久々に、南の方に向かってきました。はい、あの千葉北の方が結構どう、クローズ気味というかほぼクローズやったよ。そう、もうぐちゅぐちゅで無理にね、結構入ってはおったけど、朝も外れたけど、なかなか決めれないからね。そうですね。最近で言うと、ずっと永遠に波が小さくて、でこっちの方に来る機会がなくて、まあ、あっちが小さいと、ここが本当にね、もうなくて、あっちがクローズやったら、ここちょうどいいぐらいになるので、まあ、ここでこう今日はサーフィンしていきたいなと思います。で、今日の波の状況が、どうかな、頭ちょいぐらいあるかな。そうだね、さっきセット結構でかいの来とったよ。セットを来るけどちょっとセットも長い感じで、はい、まあでもいいの乗れればいいけど人は多いですね。まあ、人も多いのでそこでセットを何本乗れるかちょっとまだわからないので、あのいい波ゲットできるようにやっていきたいなと思います。はい、というわけでね、今着替えたんですけど、今まさかのね超スペシャルゲストが、やってきました。ちょっとやばいね。はい、ちょっと YouTube 頼んでね出てもらうことになったんですけど、ちょっと来てください。来ました。こんにちは。こんにちは。はい、名前教えてもらっていいですか。川崎ゆり子です。はい、別名はケイです。え、インスタグラムは。インスタグラムはやってます。やってます。はい。それなんていうやつですか。ケイや。あ、ゆり子川崎でフルネームで入れてるから。あ、そうなんですか。はい、というわけでね、ケイとはね、どこで会ったかというと、何年前。でもね、嵐が嵐が多分ね、中学生オーストラリア。あ、そっか、じゃあ13ぐらいですね。13とか2。そうだな。で、オーストラリアで会って、でそっからね、知り合いやったんですけど、もう7年目ぐらいじゃないですか。出会ってあ、もうちょいか、7、8年ぐらい経ってるんですけど、で、前会ったのがさ、4年前とか3年前横乗りカップだよ。茨城でお邪魔した時に会って、で久々に今会いました。めっちゃ嬉しい。え、おった時気づいたのすぐ。気づいた、もうこの車で。え、この車知っとるってことは YouTube 見てくれてるんですか。もちろんです。いや、ありがたいですね。で、サーファーですよね、バリバリ。一応え、今もショートボードで。今もさ、ちょっとやってる。で、茨城ら辺でやったんですか。うん、茨城南あたり。いや、だってオーストラリアの修行仲間っていうことはさ、うん、オーストラリアでコーチング行っとったんでしょ。そうです。ということは本気だったってことだよ。本気モードやってる。うん、まあ、今も本気ですか。いや、もう本気だろう、OK、やけど、ちょっとレベルがちょっと本気っていうレベルの本気の前がで、今からサーフィンもしてる。そう、今回は千葉トリップで。そうです。そう、じゃあ泊まりできたんですか。あ、そう、だからせっかくあの嵐を見つけたんで、ちょっとフィッシュしてもらえるかなってじゃあ、というわけでね、久々に会ったので一緒にセッションということで、急遽 YouTube 出てもらったんやけど、まあライディング撮れたでよろしくお願いします。お願いします。じゃあ、ね、板とか持っとったら紹介してほしかったのにね。まあ、というわけで海でサーフィンしていきたいなと思います。はい、チャンネル登録よろしく。You can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves.
till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's gotta keep it in place. Belief, they'll deceive with the negativity. But I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts, saying, turn them to a game. Take the best thoughts, saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 still go, 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 slow, go, still go, 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 hope, go, still go. I never answer to no, man, I still go. チャンネル登録よろしく。はい、というわけでね、本日午後の練習終わったんですけど、波は本当に難しくすぎました。もうバタ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 だったり、その綺麗に割れてくれるセクションがなかなか見つからず、ちょっと練習終了してしまいました。どうでした、見た目的に。まあでも板は速いしね。板は速い、セクションも抜けとるし、これさあ、ぶっちゃけどうなの、あのゲッティングってこの波そんな大変じゃないでしょ。全然。じゃあ俺入ってみたいなと思って見とった。余裕やった。でパドルが引っかかりにくくて、一般のサーファーなかなか抵抗できてないんだけど、やっぱパドルが問題。そうや、そうやな。結構テイクオフのセクションで、その動画映っとるか分からんけど、結構必死こうかな、難しいですね。なんかこういう風に波綺麗にこうやって割れてくれるならいいんやけど、こう一回トップで割れるんやけど、そっからもう一段深いというか、もう一段、なんていうやろ、無駄な波がこうボコってあるから、ね、行けるようで行く、見とるといけてないんだよね。多分難しいと思う。だから僕ぐらいのレベルでこういう波入りたいなと思う人が、多分ゲットを回り込めば行けるんかなとは思って見とったけど、やっぱパドルを根性、あとやっぱり何、浮力。ああ、浮力も大事やと思う。沖から乗るなら、沖から乗るなら、こういうサーボードでも成功できると思うけど、大体なんていうんだろう、そのピークにおる人を避けて、左というかピークではないところでサーフィンする人が多いんですけど、そこは逆に深すぎるから、もっと浮力のあるサーフボードを持ってこないと無理です。なるほどね。あとパッとやっとさ、こぎまくって抵抗した一般サーファーでも大体ワンクションできないじゃん、崩れちゃって。だからタルトーで速いんですね、きっと。そう、こういうバーンなんかグダッとしたんですね。まあ、だからそういう感じで、こういう感覚で見とったから、視聴者さんもさ、あ、こういうの入りたいなと思う人はどんな感じかなとアドバイスもらうと思うんですよ。全然ここの方が余裕で沖出れるし、全然余裕です、うん、だけどテイクオフが問題、人も多いし、そこですね、問題は。逆に人多いから下げて左行っても深いから割れないし、なのでどうやろう、ここで入るときは若干気持ち強めに入った方が乗れるかな。気持ちね、あと吸い取るとき狙った方がいいですね。そうそう、それが一番大事だと思います。そうですね、はい。まあ、そんな感じで本日はまさかのね、あのペイ登場して動画出てもらいましたけど、いい回やったんじゃない。いや、良かったんじゃないですか。おじさんたち喜びますよ、美人サーファーは。そこです。はい、そんな感じで本日も
ご視聴ありがとうございました。ちょっとでもね、おもろかったと思ったらチャンネル登録とインスタグラムフォローよろしくお願いします。